昨日午後、西吉下町七尾の工場で火災が起き、鉄骨3階建て、延べ3000平方メートルほどが全焼しました。工場はガソリンスタンドに隣接しているため、警察は近隣住民に避難を呼びかけましたが、けが人は確認されませんでした。この工場では、繊維強化プラスチックやマグネシウムを含む製品を保管していました。今日午前1時ごろに火はおおむね消し止められましたが、その後も消火活動は続き、午後3時ごろに鎮火となりました。警察と消防は現場検証を行って、火災の火元や原因を調べるとしています。